男性7人組ユニットジェネレーションズ from EXILE TRIBE が5日、日本テレビ系、スッキリに VTR 出演。メンバーの関口メンディの自宅リビングに驚きの仕掛けがあることを明かした。ジェネレーションズは、1日に発売したニューアルバムの告知で VTR 出演。その際に、メンディーが、僕の家のリビングはちょっと変わっています。個人的には嫌々されたりして、すごく気に入っているんですけど、変わっている理由は何でしょう?とクイズを出題した。その答えが、芝生を敷いている。これにはスタジオの加藤博次らも驚きの声が、メンディーは、土足はダメ、ピクニックが好きなんで、ピクニック気分を味わうためにと、芝生リビングにした理由を説明した。サノレオは、僕、芝生敷いてるところから見てるんですけど、すごい苦戦してた。敷こうとすればするほど、芝生が抜けちゃうからと、かなり大変だった様子を暴露した。メンディー自身は芝生リビングを相当気に入っているというが、唯一の難点が犬が来ちゃうと、絶対に、おしっこ押しちゃうんです。何食わぬ顔でするからね。罪はないですけどと、外と間違えておしっこをされてしまうことに頭を悩ませていた。